キリンビバレッジは、免疫機能の維持をサポートすると歌うプラズマ乳酸菌が入った紅茶や緑茶を10月に発売します。消費者の健康志向や衛生意識が高まる中、プラズマ乳酸菌が入った飲料は、今年上半期の売上が去年よりおよそ5割増えています。 外出自粛の影響で飲料の売り上げは落ち込んでいてなじみのある紅茶や緑茶に付加価値をつけることで消費者を取り込む狙いがあります。